こんにちはプレイヤーさんこの前帰ってから考えていたの話し方というか接し方についてその普段の私はよく不愛想だって言われるから丁寧な方がいいかと思っていたのだけれどあなたは 多次元に干渉することができる存在だと聞いていたから、どういう人なのか緊張していて。でも、話しているうちに、私たちとあまり変わらないことが分かったし、いつまでも他人行儀なのは、良くない気がする。私、プレイヤーさんと仲良くなりたいと思っているから。 だから、これからは徐々に、いつも通りの私で行こうと思う。あなたも、普段通りに振る舞ってほしいわ。改めて、よろしく。そうだ。ずっと聞こうと思っていて、タイミングを逃していたのだけれど、プレイヤーさんを、ずっともコレクションに登録させてほしいの。 登録した友達のアバターたちが一緒に生活しているのを観察したりするゲームで地味な内容に聞こえるかもしれないけれどこれが結構面白いのよ色々いろいろ要素はあるけれど一番の醍醐味は実際と違う人間関係が勝手に築かれていくところに、ね、私のデータで例を挙げると ボケとツッコミがはっきりしているネプテューヌとノワールはゲーム内だと逆転していて真面目だけど変なところで天然なノワールを他人の面倒見だけはいいネプテューヌがフォローするというのがお決まりになっているわベールはうずめと一緒にお笑いコンビを組んで 屋上で、ネタの練習を <laughs>。私のアバターはというと、最近、アイドルとしてソロデビューを果たして、イカのコスプレをしながら歌っているわ。私自身、人前でパフォーマンスとかするのは苦手で、見ていてなんだかムズがゆい感じだったわ。というわけで、 あなたのことも住民として登録していいかしらありがとう。帰ったら必ず登録するわ。顔もそっくりに作ってみせるから。それで今回は。 こんなものを持ってきたわ。百人一首のスペシャル想定バージョン。カルタと言った方がわかりやすいかしらね。プレイヤーさんの世界のカルタとは歌の内容が違うかもしれないけれど。でも、ルールは同じはずだと思います。ちなみに、百人一首は、 ただ暗記して札を取り合うだけのゲームではないと思うの本の形ではないけれどこれも立派な刺繍。歌には情景や作者の思いが込められているからそれを一つ一つ読み解くことで書かれている文字以上の情報を得られるそれに歌の意味を理解しているのと していないのとでは単純に覚えやすさにも差が出るしそれでこの中でも私が一番好きなのはこれ「君がため推しからざりし命さえ」この歌は 命を捨てても惜しくないような相手への思いを綴ったものだけれど、私が共感するのは下野区の方。長くもがなと思いけるかな。会えるだけでいいと思っていたけれど、出会った今となっては、ずっと一緒にいたいと思ってしまった。という意味。 な、何その目は。仲のいい人ができたり、妹ができたりしたら、関係を大切にしたいと思うのは、当然でしょ。私にはこんな歌、似合わないとでも言いたげね。もう。なんて、冗談です。 私は冗談なんて言うタイプじゃないと思っていたけど。<laughs> なんだかおかしい。やっぱり、プレイヤーさんと一緒にいると。え、えっと、今回はこの辺で帰りますね。 そうだわ。ロムとラムには百人一首を教えたことがないから帰ったら簡単なルールから一緒に遊んでみようと思うわそれじゃ